爽やかってあるじゃないですか。ありますね。私それめっちゃくちゃ食べたいんですよね。せっかくここまで来たんですし、美味しいもの食べたいですよね。そんなわけで天竜川駅を降りて現在爽やかのとある店に向かっています。ほうほう、どこですか？爽やか笹ヶ瀬店ってところです。そうなんですね。天竜川駅から歩いて15分くらいのところです。まあまあ歩きますね。ギラギラ太陽の下、やっと爽やか笹ヶ瀬店に着きました。暑い中15分は大変でしたね。でもやっと着いたって感じがあって感涙。ところで爽やかってハンバーグレストランでしたよね。静岡県内限定で展開しまくっているハンバーグレストランですね。なるほど、首都圏からもお客さんがたくさん来訪しているんでしょうね。御殿場とか関南とかはめっちゃ来るね。やっぱりある程度の人気はあるんですね。てなわけでしばらく順番待ち。開店は何時なんですか？平日は11時開店ですが、土日祝は10時45分です。この日は木曜日でしたから、11時開店ですね。お、ランチメニューがあるんですね。平日と土曜の11時から15時の間に注文ができるメニューです。ソースの羽を防止するこんな式紙が配られます。お、爽やかマップですか？見れば見るほど西の方に集中しているように見えますね。特に浜松市にめっちゃくちゃ多いですね。でも最近は静岡県東の方にも出店が行われています。行きやすくなりましたね。テレビに取り上げられて有名になったこともありめっちゃ客が来てます。630万人、すごいですね。そんなこと言ってたらランチメニューのスープが来ました。シンプルながら美味しそうじゃないですか。こういったスープってなんでこんなに美味しいんだろうね。お、そろそろハンバーグが来るんじゃないですか。あ、来た。わあ、巨大なハンバーグ。しばらく肉の音を聞いてみましょうか。失礼します。オニオンソース、デミグラスソースおかけします。本当に美味しそう。早く食べましょうよ。じゃあ、めっちゃくちゃうまそうじゃないですか。これは食欲そそりますね。かけられるソースにはオニオンとデミグラスの2種類があるんですが、ミックスでというとオニオンとデミグラスの両方のソースをかけてくれます。それはお得ですね。ちなみに原骨ハンバーグ、ライス、スープのセットで1210円でございます。ここに来たらやっぱこれですね。アイスコーヒーですね。本来ならブレンドコーヒー、アイスコーヒー、紅茶、アイスティーは250円かかるのですが、食事を頼むとなんと110円。おお、お得じゃないですか。食べたのでまた南へ15分歩きます。駅からは遠いですが、美味しかったですね。というわけで今回は爽やかを食べる奈良市の気仙天瀬という動画でした。待ち時間も短いらしいですし、天竜川駅から歩いて行ってみてはいかがでしょう。というわけで本日はここまでです。また次の動画も見てくださいね。